太郎ちゃん、お姉ちゃんに来てあげたよ。よろしくね。任務のため頑張ったのに。こら、コタロウちゃん、手が止まってるよ。お姉ちゃんの見てる、もうぼーっとしちゃって、課題はやらなきゃ終わりません。今は教室に俺たちしかいないけど、先輩が来てることはみんな知ってるんだよな。ほら、もう少しで今日の分は終わるから頑張ろう。わからないところはお姉ちゃんが説明してあげるから。すみません先輩、さっさと進めて終わらせますから。うん、でも焦って解こうとするとミスも増えちゃうから、丁寧に順を追って進めるのが一番効率的だよ。あれ？これどう考えても桁がおかしいよな。どれどれ？ああ、これはこっちの問題に似てるけど、実はもう一個前の問題と同じ考え方をしなきゃなの。もう一個前の？あ、そうか。この数字ばっかり気にしてたけど、式全体を見なきゃだったのか。まあ、ヒントが絶妙だからスラスラ解けるんだよな。ここはこの数字を代入して。よし、終わった！お疲れ様。それじゃあすぐ答え合わせしてあげるから、ちょっと待っててね。ここちゃんと引っ掛けをクリアしてるね。ここも正しい公式を使えてる。うん、全問正解。ちゃんと解けてるね、小太郎ちゃん。よくできました。いや、先輩に教えてもらったおかげですよ。本当にありがとうございます。教えたことをちゃんとやれるのが偉いんだよ。これは小太郎ちゃんがしっかりと頑張った証拠。ここまでお世話になってお返しをしたいんですけど、何か欲しいものとかしてほしいこととかないですか？あ、そのあんまり高いものとか無茶ぶりはきついですが。そんなこと気にしなくて大丈夫なのに。お姉ちゃんが小太郎ちゃんのお世話をしてあげたくてやってることなんだから、むしろこれからもどんどん頼ってほしいくらいだよ。だからってここまで一方的にお世話になってますし、何かお礼ができないとこっちが申し訳なくなってきちゃいますよ。うん、そう言われてもな。あ、そうだ、今日みたいな人がいなくて二人きりの時はお姉ちゃんって呼んでくれると嬉しいな。え、お姉ちゃんですか？
嫌だって言うなら無理強いはしたくないけど、せめて今日だけとか、ダメかな。わかりました。その、辰巳姉ちゃん。これ思った以上に嬉しいな。ね、もう一回言ってみて。お姉ちゃん。まだちょっとぎこちないな。もう一回。お姉ちゃん。いい感じだよ、小太郎ちゃん。次はもうちょっと弟としてお姉ちゃんに甘えるように。甘えるように?お姉ちゃん。子供の頃の小太郎ちゃんを思い出すな。あの頃も恥ずかしがって、お姉ちゃんって滅多に呼んでくれなかったけど、おねだりするときは呼んでくれたよね。普段から優しく笑っていることが多い人だけど、真面目でどこか気を張っているところもあるからな。小太郎ちゃんはすっかり大きくなってかっこよくなったけど、やっぱり子供の頃遊んでいた小太郎ちゃんだね。そうですかね。なんか一緒に遊んでいた時に戻ったみたい。だから今度はあの時みたいなやんちゃな感じで。辰巳先輩、もうそろそろこの辺で。先輩か。まあ小太郎ちゃんの恥ずかしさがそろそろ限界だね。やっぱり急に呼び方を変えるのはちょっと慣れなくて。仕方ないよ。でもたくさんお姉ちゃんって呼んでもらえたし、ありがとうね、小太郎ちゃん。この笑顔のためにならたまにお姉ちゃんって呼んでもいいかな。